開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。メッシ、ミニアン、いや北澤さん、これは立ちはだかります。Todo mundo protegendo ali a safra. カウンターですよ。さあチャンス来たぞ。シュート、ミニアン、こぼれます。カット、このパスを受ける、狙った、止めた。さあこのセカンドボール、デルピエロ狙えるか。ムバッペ、低く丁寧に打ち込んできました。レバンドフスキ、オーヨのランス、コントロールシュート、これは鮮やかな一発が決まりました。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんでしょうね。このゴールで試合終了。これは緊張感のあるゲームになりましたね。ホーム側としてはどっちに転ぶかわからない展開の中でうまくチーム。ボールファンの皆さんこんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合いますよ。大名の女神はこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。今日はルンメニゲがピッチに立っています。80年代の西ドイツを代表する選手です。高性能のパスに加えて得点力ですよね。ドイツの10枚ですね。抜けてくる、クロス入れてくる、抜けてくる、メッシに渡る、シュート、ドンナルンマ、今のところ同点という状況、後半へと続きます。早々とこの後半始まっています。ここまで両チームとも互角の戦いを見せています。メッシ、ゴール、ゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。このゴールで試合終了。いやー、なんともスリリングな展開でしたね。このレギュレーションは1点を争う緊張感がありますよね。本当に見応えのあるいい試合でしたよね。今日のゲーム、注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。両チームこのゲームに挑みます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。
試合、イカれるチェコ人の異名を取るアベル・ネドベドに注目ですね。そうですね。ネドベド、さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う。さあジエリニスキ、シュートドボスト、あーっと入ってしまった。信じられない結末を迎えてしまいました。いやこれはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のボールというかプレーなんですがいかがでしょう。いやこれはやってしまったという感じですかね。見事な決勝点、試合終了です。ちょっと予想できない展開になってしまいましたね。いや本当にちょっと予想外の展開でしたよね。何が起こるかわからないですよね。